静岡県の川勝知事は新入職員への訓示の場で野菜を売ったり牛の世話をしたりするのとは違って皆さんは知性が高いと発言しました。職業に優劣をつけたようにも捉えられ物議を醸しそうです。県庁というのは別の言葉で言うとシンクタンクです。毎日毎日野菜を売ったりあるいは牛の世話をしたりあるいは物を作ったりだとかいうことと違って基本的に皆様方は頭脳知性の高い人たちです。4月1日静岡県の新入職員の前でこのように発言した川勝知事、特定の職業を引き合いに出し優劣をつけているようにも捉えられるこの発言は物議を醸しそうです。これに対し SNS 上では他を下げることでしか誰かを褒める上げることができない人なんですね、軽蔑すべき発言だと思う、知事失格ではなどといった批判が多く挙げられました。